ではデザインをしていきます。まずは、今回使っていく筆は、ベタ塗りに使っていくこういった平筆と、グラデーションに使うこういった筆を使っていきます。まず、今回は白とブルーの縦グラデーションになりますので、ブルーの、ごめんなさい、両方とも、ベースの色をまず一度塗りで引いていきます。で、ブルーの指には202の一度塗りを塗っていきます。今回ブルーの指は人差し指と小指にしていきます。そこに202を引きます。このような感じで一度塗りをします。多少透け感があったり、ムラがあっても、縦グラデーションしていくので、このままで大丈夫です。で、硬化します。小指も塗ります。202の一度塗りはこんな感じです。次に202と262を混ぜた少し、ピンク、薄いピンクの色を、ピンクの指にしていく指です。その色を、中指、薬指、親指に塗っていきます。硬化します。画像では少し色が分かりにくいですが、ほんのりピンクの色です。
このように分かりにくいですが、薄いピンクの指と、白の指と一度塗りをしていきます。で、次に縦グラデーションを作っていきます。